おはようございマッチョ、フォルテです。シャキーン。本日は11月30日、僕の誕生日にリリースする商品を紹介させていただきます。今回はこの新 CD アパッショナタ真っ赤のジャケットの CD と、そしてめちゃくちゃカッコつけてる DVD、映像自体も恐ろしくカッコつけてます。まあ、中身はね、ちょっとかっこいい写真とかね、まああのかっこいい写真とかかっこいい写真とか、もうかっこいい写真しか詰めてない。うん、こっちも以下同文というわけで、ね、めちゃくちゃかっこいい写真を詰めた超イケイケなアパッショナタ CD、DVD をリリースできます。誕生日の日、2020年11月30日、24歳になった瞬間に CD、DVD が販売開始されます。それ以外にも、今回はね、パーカーをリリースします。このボクフォルテアパッショナタ、ボクフォルテアパッショナタパーカーの黒色と、そしてもう一作品こちら白色を同時にリリースします。しかしこのパーカーに関してはもう完全受注販売で、1週間の期間しか申し込み期間を、設けません。ということでですね、皆様ぜひ、ご興味ある方は一緒にパーカーもチェックしてみてください。で、まあそれ以降は一応販売予定は考えておりませんので、それだけねご了承ください。そしてこちらが、新レッスンバッグです。はい、どうですか皆さん、去年のデザインとはまた変わりました。黒で超かっこいいんですけども、はい、この中の絵で皆さんがいつも見てる僕の、お絵塗りピアノというお絵かきか、お絵かきピアノが入っております。まあ超生かした感じのレッスンバッグですので、まあ、あの前回のバッグを持ってる方は、あ、もうあの一生出回ることないそのバッグ持ってるんだねと、でこっから出るバッグはあれ新しいバッグじゃんというわけでね、皆様ねぜひこちらもチェックしていただけたらなと思います。それ以外にもですね、まあ、僕24歳になりましたので、まあ、これからはさらにね僕の音も進化して音を届け続けるということでですので、皆さんそちらもね、最もそちらを楽しみにしておいてください。というわけでですね、去年出したパーカーは BF パーカーって言ってね、ちょっと丸のデザインだったんですけども、今回はまたねすごいガラリと雰囲気変えて、ボクフォルテアパッショナタパーカーというわけでね、ぜひとも皆さんかっこいいねこのパーカー、そして CD、 そしてバッグチェックお願いいたします。それでは誕生日に皆さんまた会いましょう。というわけでバイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。